はい、どうぞ、こちらのあです。今回なんですけど、じゃじゃん、こちら初のね、チェンジスイッチアルティメットのね、アイオス&時の海洋神かっこクロノア使っていきたいと思います。はい、こちらめちゃくちゃ可愛いですね。後ろでさ、この何気に手をつないでるのよ、これ見て、これがなんかすごい萌え要素が高くてね、ちょっとね、あのユリが好きな人とかにはかなり、ね、女の子かける女の子が好きな人とかにはかなりね、ウケる一枚なんじゃないかなと思いました。てか、アイオスってさ、今更なんだけど、性別女の子で合ってるよね。うん、合っているよね、多分。てか、どっかで明かされてんのかな、ちょっとわかんないんだよね。なんかさ、みんなさ、女の子ですって言うんだけど、その自分がそれを見てないからさ、生放送とかの回かな、多分そういうの見てないからちょっとね、わかんないんですけど、なんかさ、この公式の生放送の回のここでこうやって発言しましたよみたいなのがありましたらね、ぜひ教えていただきたい。で、デッキに関してはね、こんな感じでいこうと思います。はい、SH 制限で、まあちょっとね、これとアイオスの相性がね、いいかなと思ってたのが、アビリティですね。まず、アイオスの方が敵チームのミラクル封じ、チャージインパクトスピードを速くする、さらには、敵の全員の当たりダメ 30% 上げる、サポーターブエナジーガンで、時の海洋神が真逆ですね。自分チーム全員のミラクルアップ、チャージインパクトを遅くし、アタッカーにした攻撃時に自分チーム全員記録を回復し、敵サポー自分チームのサポーターブエナジーアップする、はい、ということなんでね、まあ、闇の来週アプリとかとの相性もね、いいのかなという感じはしておりますが、今回はアイオスメインで使おうと思ってます。場合によってはね、時の海洋神に切り替えたりとかもすると思うんですけども、とりあえずクーラーデッキなんで、こいつが刺さりそうな感じで、ご飯もね、当たるダメージ減なんで、クーラーのね、火力を今回縮込められればね、いいなと思います。はい、石の下、それ最近増えてますね。ボアスからのダブルスイッチ、急戦協定、シールドクーラーと、まあ、ノンアバデッキながらもかなり無駄のない、あ、素晴らしいデッキですね。なるほど、まあ、このデッキに関してはそうですね、1ラウンド目で2000以上のダメージを、ね、与えられるかっていうのが肝になりますので、あ、5連だったね、5連、急戦協定じゃないや。まあ、メジットが無力になってますので、あ、そっか、チェンジスイッチできないんだよね。いや、これどうしたものかな、これはなかなか難しいですね。クライマックスチェンジと、必殺技浴びせて2000以上いくかな、いかなそう。あ、でも一応エナジーはたまるね。どうしよっかな、これチェンジスイッチしてゴテンクスに変えて、マジで。まあ相手どうせ常時最速なんで、そうですね、こういう時にさ、シクレナイオスが欲しいよね。つうかね、今の環境思ったのが、5連が多すぎる、多すぎるので、スーパーベジットのピン出しがマジで刺さらない。ちょ、なんかやっぱりこのさ、ベジットとか使う時に初代のね、シクレナイオスがいると、結局このジレン、こいつにキーソード刺しちゃえば10万ダウンで固定ダメージがね、これ通せるようになるんですよ。なのでちょっとね、そういうパワー下げが欲しいんですけども、まあ今回はもうしょうがないですね、ベジット刺さらないのはもうまあ最悪ね、チャージ妨害だけでもこいつ強いんで、はい、なんとかしていきたいと。はい、ミラクル封印した。で、最速、あ、そっか、それがあるか。うわー、ダリー、マジダリー、マジでダリー、それはだるい。うわー、そっか、それもあるの、マジでこれ難しくない。いやー、どうしようかな。はい、ちなみにね、時の海洋神の効果なんだけど、これさ、自分チームサポーターじゃなかった、敵サポーター人数分エナジーアップだって。つまり今回のバトルだと、相手がクーラーどうせ1枚出しなんで、きっとね、つまり刺さり放題と。次のラウンド敵の海洋神しようかな。敵の海洋神が良さそうですね。
さあ今何ダメージだったかちょっと見てなかったんだけど200ぐらい。うわーバシバシだわ。いやーマジか、最速意味ないね。まあ無理でしょう。5連生死。いやーマジで最近これね最速が何の意味もない気がしてきてて、100発100中でもしてくるのよ。いやちょっとヘボいな。パーフェクト、おーほー出たそれ451、これで1000くらいでしょ。でこれが強いですね。あ、2000いくじゃん。2000ダメージは超えたね。はい、とりあえず最速意味ないっぽいんで、アイオス変えます。アイオスとフィンカルシーがいい。うわーうますぎだろう。極み何十段だよ。あ、いったね2000ダメージ。さすがご飯うますぎない。あ、このタイミングで30分だけになるんだ。あー、じゃああれだね、打ち勝つ合体戦士の対策になってますね。うわーでも安定の破壊力なんだな。これ次で死ぬよな。敵の回復心下げればワンチャンある。大幅減でさワンチャンある。これ8500だって。いやーきっちり。はい、ここでチェンジスイッチが可能になりましたね。大幅減さすので、まあ、このラウンドはおそらく死ぬことはないでしょう。でアイオスを時の海洋神にチェンジだね。こうすればさ、まあ、タイミング噛み合うか分かんないけど、1ラウンド目は自分が先行ね、先行取ってます。でエナジー上げて、まあ、なんならこういう感じで、まあ、時の鍵はここでいいかな。チェンジスイッチは特性上ね1枚しかできませんので、ちょっとここもゴテンクス、あでもゴテンクスにしても先行取れないから、まあこれでいいっすね。はい、なるほど。うわー強い SH、 マジでダブル SH 強くない。まあいいと思う。でウルトラゴッドだから、まあ、死にはしないっしょ。で1枚出しじゃん。ダブル SH 強いな。こう考えるとマジで強いな、あのカード。チェンジスイッチ発動。頑張りなよ。よし、頑張りなよ。バトルアプリ。はい、これで敵の海洋神の効果、敵サポーター分エナジーアップ、結構強いな。この状況めっちゃ強いな。ミラクルも上がるし、うん、いいね。これ逆にさ、時の海洋神の時なんて言うんだろうね。まあいいや、それはともかく、ちょっとこれは削れるかなーってのがすごい不安。ずっと1枚出しだもんね。はい、先行取ったんで、こっちがこれの後にエナジー上げてくれます。タイミング的には攻撃時だね、自分チームの。自分チーム攻撃時にエナジーアップ。これはどうなんですかね。作戦決定じゃないんだ。え、これどうかな。作戦決定時と分かれてんだ。面白い。お前が最初です。まあ1枚出しデッキがどれぐらい流行ってるかって言われると、まあ微妙なところではあるんですが、まあ、今回はめちゃめちゃ刺さってるので。だってさ、このエナジー破壊された後にさ、エナジーをこう上げられるわけなので、次戦闘制限を組めますと。でちょっとここのラウンドもいくらね大幅減っていっても、多分こいつの必殺食らっちゃうと、まあ、結構ねダメージもらっちゃうんで両チーム。いやー強い。大幅減が強い。さらに半分ダメージ半分の大幅減でミラクルアップ。わちょっと食らいすぎじゃね、それは。うわー、ミラクル封じが解けてる。危ない。ちょっと待って、クーラー嘘でしょ。いやバカじゃん。え、なにこいつ。え、待って、倍増消えてる。は、え、待って、大幅減で5600出たんだけど。あ、強い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 。どう考えても今の強い。え、待って、見た今の大幅剣で5600っていうことは必殺で2万5000ぐらい死んでるね。マジか。ちょっとなんだ今の、なんだ今の。
いやお願いします、ご飯さん、孫悟飯ビーストに全てをかける。いやでもどうかな、相手のアプリいけそうな気はするんだよね。はい、こいつが何の意味もないんで、ちょっと次のラウンド変えようかなと思ってるんだけど、ゴテンクスに。まあぶっちゃけゴテンクス記録回復したとこでなんだよな。いやうますぎじゃない、ちょっとマジで何者だよマジ、全然開かないね、すごいわこの人。え、なんて人だろう、すげえ、何よこの人。いや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 、全パフェ、いや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 、うわ削るね、マジで削るね、枠の中に入れるんだ、マジありえねえ。本当にたまに出てくる化け物来た、枠の中に。え、待って、何それ、え、うん、え、何今のやつ、あ、ごめん、ま、なんだ今の、初めて見た。え、パンちゃん、気弾打てないからガンガンインパクトモード突入、そうなるんだ、初めて見たね、俺の出番だ。決まった、14,800。まあ、セントラル制限しかないよね、まあ、相手がエナジー10破壊やってこなければだけど、エナジーマイナス10っていうのがね3ラウンドアップやるんで、まあ、自分の予想はそれだと思うんですよ。でそれだった場合はもうチーンって感じで、まあ、先行もね取れませんので、まあ、死ぬしかないと。さあ何を使ってくるか、7000制限はまあありえないから、まあ鎮圧かあれかな、極限アプリ。いやーでも6円で固めてももう十分硬いしね。体力アップってあったっけ。いや3ラウンド目の体力アップはなんかあんまり聞いたことないけどね、あんま聞いたことないな。いやわかんない、アプリセット完了、多分ここで発動するのだよね、効果発動。うわー10マイナスだ、多分10マイナス。まあそれユニット対策はするか。あ違う、シャロット、え、しかも、アルティメットユニットチャンス、待って、光っているカード、予想をしてユニットを発動だ。シャロットだったらもう突っ込んじゃっていいよね。あ、先行取れんじゃん。倒せるかな。まあこうかな。最速も何の意味もないっていうのが分かったんで、ね、もうここはミラクルを上げて、ミラクルで勝つ。チャージは勝てないんで、だったらこれでしょ。ここに来てミラクルが強いよ。さらに時の海洋神もこれミラクルパーフェクト発生確率を、そのラウンドのみだった、ごめん、永続じゃなかったよ。永続じゃないの、永続でよくないそれ、マジでなんでそのラウンド中なんだよ。いやそこ永続やろ、謎の。でまたエナジーがこれ上がるから、あこれ強いですね、エナジーアップ。まあ要はですね、ここでエナジー2上げてさらに時の返しに上がるんで、アルティメット奥義が使えると、まあ、この一文見る限りはすごい強いね。今、まあ、ミラクルも上がってますんでヒーローの手当てて、まあアルティメット奥義かな、勝ち筋としては。アルティメット奥義は絶対に当てたいね。まあ前提のミラクルアップってあんまりねカード化されないんでね、まあ、時の海洋神の、まあ、真骨頂、昔のねアルティメットも確かそんな効果持ってたと思うんですけど、はい、全くダメージが取ってない。いやークールやっぱ対策ないときついな、こいつ何にもできない。うわうわーマジか、全然ダメじゃん。なるほどね、いや使い勝手だいぶ分かってきたぞこのカード、チェンジスイッチ。体力も高いっすね、3800300ダメージ300ダメージ。
うわー出た、それめっちゃありずるやつ、くそマジかよ、なんで、なんでそんな遅いの、何段階不足してんのお前、嘘だろ、2段階もしかして、遅くしってこれ2段階かな、待った、今気づいたけどビースト遅くね、チャージ、あれ待って、時の回路しもしかしてさ、こいつ1段階遅くするじゃなくて2段階、まだ早速なんないよ、ほら、あ、まあミラクルはすごいっすね、待って待って、書いてない、遅くするしか書いてない、2段階だよこれ、どう見てもだってサイヤ女ってチャージ早いはずなんだけど、体感フルパワースタイルって早いイメージあるんですよ、であそこのメンツであんな最遅になるって、まあなくはないけど、ビーストがおかしいね、こいつさチャージめっちゃ速いはずなのに、あーでも待った、勘違いかな、これ初期状態通常だから、まあよくわかんないですね、ちょっとよくわかんないです、こっちかな、ちょっとマジで明記してほしい、そろそろチャージインパクトを超速くするとかじゃなくて丸々段階速くするとか、はい、まあとりあえずこれは負けかけなんでもうしょうがないです、はい、これで死んだね、どうなんだろう、まあ仮に2段階だとしたら、あーすげえな、2段階だとしたらスーパーベジット対策になるなと思った、うん、チャージ早く3段階アップだからね、これの対策になるなと思った、はい、じゃあ最後見事にチェンジスイッチに当たってるんで、まあこれで終わりですね、やっぱり強い、クーラは強い、対策ないとどうしようもない、こいつは、はい、終了と、いう感じですね、まあ、クーラがどうしようもなかった、クーラがどうしようもなさすぎたね、まあチェンジスイッチどうなんですかね、これ正直今までの中では一番弱い気がするんだけど、なんだろうな、ちょっとパッとしなかったっすね、うん、相手が1枚出しデッキだったから良かったものの、まあ、正直このサポーター分エナジーアップはね、まあ、滅多なことがない限りプラス6とかにはならないがちょっと辛いな、まあ、あとは使い道としてはミラクル封じがあるんでね、まあこれこういう感じで使えば、まあ、最速の、ね、ミラクル封じなんですけど、まあね、今回の相手みたいにね、あのチャージバシバシの人にはね、何の意味もないという、感じで終わってしまいました、はい、ということでね、まあチェンジスイッチ、うん、まあかなりね、ちょっと期待はしてたんですけども、はい、まあ案の定ね、クーラにね、やられてしまいまして、今回この辺りでね、失礼させていただきます、ということでご視聴ありがとうございました、お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。